月面で展開したランダーを再現した模型。ルナ9号はソビエト連邦が打ち上げた無人月探査機。1966年1月31日に打ち上げられ2月3日に世界で初めて月面への南着陸に成功した。ルナ9号は2つのモジュールから構成されていた。1つは実際に月に南着陸を行うランダーであり、 もう一つはランダーを月まで送り届ける飛行ステージだった。ランダーは直径 58cm、質量 99kg の球体で、上部が4枚の花びらのように開く構造になっていた。仮に上下逆になった状態で転がっていても、花びらが展開するに伴って正常な向きに立ち直ることができ、また展開後はランダーを月面に固定する足の役割も担った。 着陸後しばらくすると4本の棒状のアンテナが伸長し活動を開始するようになっていた。科学的な観測のための機材としては放射線、検出機と撮影システムが搭載されていた。撮影システムは鏡を持つ小さな突起とカメラとから構成されたものだった。突起は休憩のランダーの頂上に突き出ており、 この突起が回転し鏡が映し出す方向を変えることで固定された一つのカメラで月面の360度のパノラマを撮影することができた。内部には1.2気圧の機体が充填され温度は19摂氏30度に維持されていた。飛行ステージはランダーと比べてかなり大きく姿勢制御装置、月面までの距離を測るレーダー。 着陸前に安全な速度まで探査機を減速させる逆噴射ロケットなどからなっていた。飛行ステージの先端にはランダーが結合していた。探査機全体の長さは2.7メートルで、質量は1538キログラムだった。質量のうち、約半分の800キログラムが逆噴射ロケットの推進材で占められていた。 太陽電池は搭載せず、電力はあらかじめ用意されている化学電池に頼っていた。ルナ9号の着陸は、後の月探査機のように足を使って着陸するのではなく、独特な方法によって行われた。1966年1月31日、ルナ9号は、モルニア 8K78M ロケットによって打ち上げられた。探査機は、ロケットの 第4弾と結合した状態で地球周回軌道に入り、続いてエンジンの燃焼によって月へ向かう軌道へ投入された。燃焼終了後、探査機は第4弾から分離された。翌日には軌道修正が行われた。2月3日、ルナ9号は月面まで 8300km の距離で姿勢制御を開始した。 月面まで 75km に迫ったところで着陸へ向けての逆噴射が始まった。探査機は順調に減速を続け、高度 250m でメインの逆噴射ロケットの燃焼を終了し、4つの副エンジンによる減速に切り替えられた。高度 5m で副エンジンの燃焼も停止され、同時にランダーが分離された。ランダーは 時速2 2トルで月面に衝突し、エアバッグによって跳ね返り転がっていたが、やがて月面で静止し、人類初の月面難着陸が成立した。着陸から250秒後には、ランダーの花びらが展開した。それに続いて4本のアンテナが伸び、着陸地点周辺のパノラマ撮影が始まった。撮影は15分間続き、データは、 時間をかけて地球へ送信された。翌2月4日には2回目のパノラマ撮影が行われた。1回目と2回目の撮影の間にランダーの姿勢が変化していたことが分かった。これはランダーが月面を滑り落ちたためだと考えられている。さらに2月5日、2月6日にも1回ずつの撮影が行われた。これらの画像は世界で 初めて月面から月面を撮影した写真だった。これらの画像データは地球と月との位置の都合で、ソ連より先にイギリスのジョドレル・バンク天文台によって受信され、内容も普通のファクシミリ画像信号だったために容易に複合されてしまい、ソ連側の公式発表の前にいち早くデイリーエクスプレス誌により公開された。2月6日、 ルナ9号のランダーに搭載されていたバッテリーが底をついた。ミッションは成功裏に終わった。ありがとうございます。